まずね、まあ、2019年にこんなニュースがありました、はい、10万スム札発行っていう、さっき1000スム札までしかなかったって話をしたんですけど、まあ、一応急にじゃないんですけど、2013年に5000スム札発行で、2017年に1万スム、5万スム札が発行されて、とうとう2019年には10万スム札が発行されて、ちょっともうゼロの数が多すぎてよくわからなくってくるんですよね。すごいね。なんかね、昔こういうベトナムでしたっけ、なんかどっかもねこんな国あったんですよね。正直僕的には、うん、僕とか僕周りっていうか、5000スム札発行ってすごい衝撃で、だから5000スムは衝撃やったんですけど、もう1万5万、はいはい、10万ってなると、なんかもうなんかよう分からへんぐらいの感じに確かになってて、まあ、なんでこんなことが起きるんかっていうと、横のグラフ見てもらうと、もうスム安が止まらないってことで、うん、まあ、2009年が1ドル1500スムぐらい、うん、で2022年には1ドルが、1万スムぐらいになるっていうので、これね、二つぐらいポイントがあって、一つは見てわかるように、2017年に一気に8000に、うん、なってるんですよ、ね。そうね。これ何なんやと。ま、なんていうの？断崖絶壁みたいになってる。そう。この断崖絶壁の理由と、僕、前半で1000スム30円って言ってるんですよ。ああ。でも、1ドル1500スムやと 1000スム30円にならないんじゃないですか。その数値の違いと2017年の8000スムっていうのが重なる理由というかあって、うんうん、2017年に何があったかっていうと、二重為替の解消って、闇レートがなくなったんですよ。だから僕が1000スム30円って言ったのは闇レートの方なんですよ。もう解消もされたんで、こうやって喋っても多分大丈夫かなと思うんですけど、本来もともと8000なんですよ、2017年何年で言うと。なるほど。でそれを、まあ、国として大統領として健全な為替にちゃんとしようというので、うん、2017年に8000の方に統一しようというふうに。だから2017年より前は銀行行くと公定レートってすごい低いレートでした、両替、はいはい、がしてもらえなくて、市場とかに行くと闇両替、闇レートで両替してもらえるみたいな感じだったんです。だから僕らからしたら、二重為替なくすんやみたいな、そんな決断すんねや、うん、でこれをじゃあなんでこういう変化があったかっていうと、大統領が変わったんですね。で、まあ、ここが経済自由化の波が、まあ、大きく変わるポイントだったんですけど、まあ、祖国から開国へってことで、もともとカリモ大統領っていうのは、はいはい、あの独裁政治をやっていた人として有名、まあ、有名な方で、まあ、一党独裁でメディア規制もやってました、はい、まあ、それは今もあるんかな、分かんないですけど、結構まあ国の産業も国営で牛耳っていたりとか、で、その人で、この方が2016年にお亡くなりになって、で、シャムカットっていう新しい大統領になって、うんうん、で、まあ、ビザの緩和であったり、二重為替の解消、民営化っていうのも進めているんですけど、なるほど。ただね、僕ら、まあ、協力隊の OB とか、僕ら周りとかでは、ちょうどなんか、アラブの春とかも、この前、この前とかやったりもしたんで、これ大統領変わって、なんか混乱とか起きるんかなって、心配してて、うん、それが混乱が起きなかったんですよ、特に。なるほど。っていうのが、この新しい大統領が元首相なんです。ロシアとかと同じような感じというか、大統領がいろんな人の任命権も持ってて、首相もこの元カリモフ大統領が任命した方、うん、この新しい大統領もう任命した方だったので、うん、結局そういうこの人が選んだような人が新しく大統領するから、特に変わらないだろうと。良、うん、くも悪い意味でも。っていうことで混乱がなかったので、だから、それで言うと、むしろ意外やったというか、この大統領以降、うんうん、すごく、経済自由化進めてるので、まあ、その辺の流れで言うと、
例えば2012年とかっていうのは、首都にKFC カミングスーンとかっていうポスターが急に並んだんですけど、もうほこのうほう。頃って、でも前の大統領の時なんで、もうう絶対こんうん。んなん嘘やんっていうネタみたいなポスターやったんですよ。で、まあ、そうなんや。実際この場所にはオープンしてないんですよ。あ、そうなんや。なるほど。してない、してない。やっぱりもう外国の企業とかすごい縛りも強かったんで、で、まあ、とはいえ、2014年前後とか、国策として地方の都市化とかは進んでいて、この写真、2個目の写真なんかは僕が住んでいた地方に、こうちっちゃいイオンみたいな商業施設ができたりもして、まあ、それもすごいびっくりで、上の方の、階には、フードコートみたいなのもできて、大学生が、にも人気で、まあ、こんなイオンみたいなのが地方にもできるようになったんやっていうのは、この時もすごい驚きでした。で、大統領変わって以降、まあ、経済自由化も進めるっていう中で、実際2018年にはケンタッキーも首都にできて、びっくりしましたね、ここまで来たかっていう感じで。で、今年には日本の HIS もホテルを作ったりして、まあ、もともと、まあ、カリモフ大統領時代から都市化とかっていうのは進んでたんですけど、それから大統領が変わって、かなり急速にこういう経済自由化、国内外の、いろんな民間企業っていうか、の活動が活発になってきたなっていう感じがします。ちなみにクレジットカード使えますかってさっき質問があったんですけど、この流れの中で使えるようになったとかあるのかな？前から使えてた。まあ、多少、今は多少使えるとこも出てきてるとは思います。あんまりでも、地方なんかはあんまり使えないかな。首都はでああ、そうも、なんだ。首都は前からも多少は使えたんじゃないかな。あんまり、まあ、僕自身はあんまり使ってないですね。あ、なるほど。まあ、さっさばで。パスタ場で使う方なんで。まあでも10万スム札もあるんで。あ、そっか。そうそうそう。で、まあこういう、まあ経済自由化とか資本主義の流れを僕自身が、こう、あ、こんなとこでもこんなことが、いう変化があるんやっていう感じたのが、まあ地下鉄駅構内、もう少し言えば地下鉄の駅構内が前までは撮影が禁止だったのが、今は撮影できるように変わったりもして、で、駅構内って2010年当時って広告って全くなかったんですよ。全くゼロやったのが、今はもう普通、日本と同じぐらい紙媒体の広告もありますし、液晶ビジョンっていうか、動画みたいな画面のディスプレイの広告も入ってるんで、そういうまあ物を売るってことに関して、規制も緩くなって、売ろうという人も、業者も増えてるのかなと。右下のこの液晶ビジョンには英会話教室の広告なんですけど、まあ、それもちょっと僕は意外で、ちょっとこう旧ソ連圏なんで、こうアメリカ嫌い、英語嫌いみたいなところも、ちょっとまあなんとなくあるんですけど、こういう駅の構内に英語の広告があるっていうのは、まあ若者であったり、民間企業にとってというか、英語を学んで、英語圏の国へ出ていきたいっていう人も増えてるのかなとか、そういうまあ需要と供給が増えたのかなって思ったりします。で、右側、レストランの写真なんですけど、まあチェーン店っていうのも2018年かな、僕初めて見て、ライホンっていうチェーン店のレストランなんですけど、まあ、日本とまさに同じで、こう席数もある程度、席数も多くて、スタッフの数も十分に配置していて、料理も安くて美味しいみたいな。で、まあ、どこのライホンに行っても、そういう同じようなサービスが受けられるっていうのがあったんで、だからさっきのベッドのおっちゃんからは考えられへんっていうか、確まさに、その資本主義というか、よりに。合理的に売り上げを上げるかっていう、
合理、まあ、ウズベキスタンに対して、失礼ですけど、ウズベキスタンっていう、名前、名詞と、合理性とかっていう、単語は、まあ、僕の中では相入れない 言葉やと思ってたんで、そういうのが、ああ、ウズベキスタンでもこう合理性を求めるようになったんだなっていうふうに思いました。で、2019年に遊びに行った時に、タシケントシティっていう次の写真になるんですけど、まあ僕富の象徴っていうふうに僕は感じたんですけど、2019年に遊びに行った時に、首都にいた僕の教え子、まあ友達がいて、まさきタシケントシティ行ったって言われて、首都がタシケントなんで、タシケントシティって言われて、何言ってんのと思って、タシケントにいるのにタシケントシティに行ったって言われて、で、なんか夜がすごい綺麗やから、夜タシケントシティ行こうって言われて、行ってみたら、結局タシケントシティっていうのは、新しくできた高級住宅街のことやって、まあ、建築中の、新しく建築中の高級住宅街で、なんか、大きい写真とか見てもらえると、車は通ってなくて、歩行者天国になってて、で、真ん中の中心部に行くと大きい公園があって、もう人がわんさかいて、観光地になってて、で、そういう中心地にはヒルトンホテルとか、大きい、国際会議ができるようなホールがあったりとかして、なんか、僕が勝手に思ったのは、今まで、出稼ぎが多かったりで、国の仕事も少なかったんで、国民の目が海外に向いていたと思うんです。より良い生活をしたい人とか、まあ、こう、仕事を、自分が、こう、技術がある人は、海外に出て、海外で仕事をして、稼いで海外で暮らすっていうふうに、まあ、人材なんかも国外に出て行ってたと思うんで、こう国内にもこういうみんなが憧れるような暮らしがあるんだよみたいな、ああ、そうか。ここを目指してみんな頑張ろうよみたいな、そういう象徴としてここを作ったのかなって、まあ、勝手に思ったりして。で、思ってていたこの日の晩に一緒に行ったレストランがすでにそういう流れを感じることがあっほて、っていうのう。ほう。が、その日の行ったのが、左の方にシャワと渦って書いてるの分かりますかね。わかる。左の写真。シャワと渦っていう名前のレストランなんですよ。で、入ってみたら、そこの、て、あの、メインの鉄板メニューが魚の唐揚げなんですよ。だから今日僕前半に話した話覚えてますかね。これはシャワットにしかない料理なんですよ。だからシャワットの人がこう首都で一旗あげるぞと。このシャワットの魚の唐揚げで一発当てるぞというので首都に進出してきたんですよ。ほだからまさにこうなんか東京で一発当ててやるみたいな感じー。で、もうこのシャワットのこの魚の唐揚げ、これ絶対売れるはずやと。こういうふうなもう首都進出っていうのが実際にもう始まっていて、だからもうこれからどんどん首都にいろんなこういう一発当てたい人が集まってくるんだろうと思います。まあこの2年ぐらいコロナで僕は行けてないんですけど、インスタで僕、インスタのフォロワーが1000人ぐらいいるうちの1000人のほとんどが多分ウズベキスタン人なんですけど、すごい。ウズベク人、僕の教え子たちもほとんど、結構な割合が首都にみんな移ってきてるんで、だから、タシケントで生活したいっていう若者も、すごく地方のから来る若者が増えてるんだろうなと思うんで、多分この先しばらくは、東京一極集中みたいな、タシケント一極集中っていうのが続くんだろうなと思います。まあ今年か来年か、ウズベキスタン、久しぶりに遊びに行きたいなと思ってるんで、まだその時には、
現地の様子を、この目で見ていきたいと思います。またそこで知ったことをどこかで皆さんとお話しできる機会があれば話したいなと思います。こんな話を聞いてくれて非常に光栄です、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみに質問があるのでぜひぜひ今後伺いたいなと思います、はい、はい、中国も進出 してたりするんですかっていう質問がまず一つ目なんですけど、どうですか？そんなに顕著には見えないんですけど、うんうん、僕が、まあ、数少ない中国っていうのを見たところで言うと、ヒバ、僕が紹介したヒバのイチャンからっていう世界遺産のその、うんうん、あの改修工事を中国の企業が入ってたりとか、なんかそういうのはあるんで、だからまあ中国の企業も何かチャンスは伺ってるのかなっていうぐらいの、まあ、そんなところはあります。さあ次質問なんですけど、入国するとき住むならアタッシュケースがいりますね、ドルかルーブルで持ち込んで交換したらいいのですかっていう質問なんですけど、入国するときは入国するときってお金どうしてるんですかって。ああ、ドルがまあ一般的ですね。はい、日本からドル持っていきますけど、でも二重為替がなくなったんで、銀行でも同じレートで両替できるって意味では、うん、ヒバのその僕が言ってたイチャンからなんかは、イチャンからの遺跡の中に、なんかちっちゃい臨時の銀行、銀行なんて言えへんぐらいのちっちゃい部屋があって、うん、そこ行ったら、そこでは日本円でも両替できるみたいです。そうなんだ。だからまあ、観光地であったり、銀行があるような大きな都市やと、日本円でも行けるかな。まあ、ドルがあったらベター、無難。なるほど。もうなんか他にもありました、ね。かな。経済の中心はやっぱりタシケントですか。文化的にはサマルカンドの印象が強いですが、と。経済の中心はタシケントでしょう。サマルカンドはあくまで観光都市ですかね。経済の中心はタシケントですね、うんうんうん、なるほどです。ありがとうございます。イスラム教徒ですでも豚肉食べたりとかお酒飲んだりって話があったけど、はい、それってなんとなくなんですかね、日本も同じかなっていうコメントがあって、仏教っぽいけどクリスマス祝うとか結婚式やシャペル、うん、お葬儀やお寺とかっていう、なんか感覚的に似た感じですか、そういうのって日本の感じと、僕の感覚的にはとはいえ自分たちはイスラム教徒なんだみたいな感じはありますね。日本人やと、いや宗教って思ってないじゃないですか自分、うん、まあでもイスラム教徒だっていう自負はあると思います。ああなるほど。うん、まさきはどこの宗教なんて聞いてきたりもしますし。あそうなんだ。うん、なかなか勝手ですよね。全然宗教のルールっていうんですか、守ってないのに。へ、うん、そっかそっか。働き口は増えてるんでしょうか、はい、という質問か。具体にはわからないんですけど、でもやっぱり僕の教え子、うん、まあ多分20前半の子たちがタシケントに引っ越しができてるってことは、その子たちが働けてるのかなとは思いますね、うん、なるほど。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。これ大丈夫やったんかな。そう、マーキーが不安らしいので、ぜひ皆さんコメント欄でどうだったかを教えてください。はい、あなんかね、ごめん、あさらに同じ質問、あ同じ方がご質問いただいてます、はいはい、男性の集団がお茶とお菓子で何時間もお話ししたり、するので、イスラームの戒律を守ってる人も多いですっていうふうにコメントが今、はい、ウズベキさんの中でも東の地方なんかは、うんうん、女性は全くお酒飲まなかったりもしますし、うんうん、で日本に来てるウズベク人たちと接してると、お祈りもちゃんとやってますし、お酒も飲まないですし、うんうんうん、だから僕が
過ごした、僕が住んだ西の地方が、まあちょっと、レアなのかもしれないですね。ああ、なるほど。僕がいたのもシリアで、そこもイスラム教徒だけど、なんかイスラム教徒ってこうだよねみたいな、こうなんとなくのこうイメージが持たれてたりとかするけど、例えばシリアだけでもそのイメージと違ったりするけど、こう改めてこうウズベキスタンでこうか、実際あるイスラム教徒の方々のこうライフスタイルとまたシリアとも違うし、なんかそういう、こう違いが見えるの、なんか改めて面白いなって思いながら聞いておりました。今日は最後まで聞いていただきありがとうございます、本当に。ありがとうございました。というわけで、じゃあ、よかったらですね、皆さんお時間ある方はですね、こちらのズームの方に来ていただいて、ぜひぜひマッキーとちょっと、表では言えなかった話、あるいは僕もウズベキスタン行ったんですよ、みたいな話とかをですね、ぜひ皆さんとこう、お話できたら嬉しいなと思っております。オンライン交流会、ズームの方でお待ちしております。今日のゲスト、マッキーさん、とても面白く、興味深い話、ありがとうございました。ではでは、皆さん、また来週。マッキーありがとう。ありがとう。